クロード・レーモンド・ウィッカードクロード・レーモンド・ウィッカードはアメリカ合衆国の政治家。フランクリン・ルーズベルト政権で1940年から1945年までアメリカ合衆国の有務長官を務めた。1893年2月28日、クロード・レーモンド・ウィッカードはインディアナ州キャロル軍のカムデン近郊において誕生した。ウィッカードは1915年に パドゥ大学を卒業し、農学の学士号を取得した。ウィッカードは在学中、畜産を専攻した。大学卒業後、ウィッカードは家族と農場経営を行った。ウィッカードの農場は成功を収め、1927年に農業士プレーリーファーマーでインディアナの農場士マスターに選ばれた。1932年、ウィッカードは インディアナ州上院議員に選出され、1933年まで一期のみ、務めた。続いて、ウィッカードは1933年から1937年まで、州農業調整局の穀物課及び養豚課において、課長補佐を務めた。1937年から1940年までは、州農業調整局で中北部担当部の部長を、務めた。 農務長官時代のウィッカード1940年3月、ウィッカードはフランクリン・ルーズベルト政権で農務次官に任ぜられた。ウィッカードはニューディール政策で実施された農業計画について分析を行い、精度の高い推計を行った。ウィッカードは1940年のトウモロコシ、生産量の予測を行い、後の公式地に極めて近い値を算出した。 1940年9月、ノーム長官ヘンリー・ウォレスが副大統領指名を受けて辞任すると、ウィッカードは公認のノーム長官として任命を受けた。ウィッカードは、ウォレス前長官の政策路線を継承するつもりだと述べた。ウィッカードは、第二次世界大戦中、戦時食糧公社を指揮した。ウィッカードは、農業生産力の向上を愛国心と絡めて干渉し、 食料こそが勝利をもたらし、平和を描き出すとのスローガンを掲げた。1945年6月、ウィッカードは農務長官を辞任した。ウィッカードは農村電化公社長官となり、1953年まで務めた。1956年、ウィッカードは連邦上院議員の民主党候補となったが、共和党の現職候補、ホーマー・ケープハートに敗れた。 1967年4月29日、ウィッカードは自動車事故により死去した。ウィッカードはインディアナ州デリファイ南方の国道421号と修道18号の交差点において一時停止標識を無視した。ウィッカードの乗用車は採石を搭載したトラックと衝突した。ウィッカードの遺体はインディアナ州フローラのメイプルローン墓地に埋葬された。 ありがとうございます。